次に工藤秀一議員の質問を許可します。工藤議員。皆さんおはようございます。本日は初めての一般質問の機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。それでは通告に従いまして質問に入らせていただきます。まず一つ目に大規模災害に向けての取り組みについて括弧の1として南海トラフ地震の避難場所についてお伺いいたします。南海トラフ巨大地震などの大規模災害が発生し自宅での生活ができない場合には近隣の避難所へ行き避難生活を送ることになります。私の住んでいる枚方小学校区の方では大規模マンションが多くあることや住宅も密集していることなどから非常に多くの住民が住んでおられますが大規模災害時に現状の避難所で収容することが可能なのでしょうか。また本市は第二次避難所として中学校を中心に指定されておりますが第二次避難所の方が近い住人の方もおられます。そこでこの第二次避難所は災害発生時に発生後にすぐに避難できる環境にあるのでしょうか。このような問題は私の住んでいる地域だけの問題ではないと思います。見解をお聞かせいただきたいと思います。括弧の2番目として大規模マンションの避難場所指定についてお伺いいたします。近年建設されている大規模マンションでは新耐震基準に沿って建築されていることから震度5強程度の揺れでは損傷はいたしません。震度6強から7の揺れでも倒壊の恐れは少ないと考えております。またそのような建物にお住まいの市民の皆様はわざわざ指定避難所に行くことなく自宅にとどまり安全を確保することが自身のためになるとも思われますし地域住民のためにもなると思われます。そこで最近の大規模マンションの中には広い集会室や会議室または倉庫など一定期間避難生活が送れる施設を持ったマンションがあります。そこに市の災害備品を保管しておくことで住民の安心感は一層増すのではないかと考えますがいかがでしょうか。またマンション内に体育館等の広いスペースがある場合必要に応じて避難場所に指定することも検討してみてはいかがでしょうか。見解を伺います。次に2番目として道路の拡張整備について1つ目としまして改正道路交通法施行対策についてお伺いいたします。本年6月より改正道路交通法が施行され自転車に対する取り締まりと規制が厳しくなったと聞いております。市民の方からは規制が厳しくなる一方現状の道路においては自転車が安全に通行できる場所が確保されておらず子どもを保育園に送っている市民の方からも非常に危険な思いをして自転車で通行している実態を分かってほしいとの声をお受けしております。例えば JR 津田駅前付近の不動片野久美山線においても歩道がないところもあり自転車と歩行者が道路の端で混在して通行している状況から違反の取り締まりだけが強化されるのは納得できないとのご意見もお受けしております。こうした中改正道路交通法の施行にあたっては市は歩行者自転車の安全な通行を確保するためにどのように取り組むかをお尋ねいたします。2つ目に通学路の安全対策についてお伺いいたします。本市の小学校における通学路の安全対策については
平成24年度に文部科学省の通知に基づき、教育委員会、道路管理者、警察が連携して通学路の安全点検が行われ、これまで通学路の安全確保のために対策が随時実施されてきたと思っております。しかし、合同点検時における要対策箇所として挙げられている箇所でも、いまだに改善されず検討中とされているところがあります。市内の通学路をもう一度再点検し、安全安心な通学路を実現していただきたいと思いますが、市のお考えをお聞かせください。また、実施状況について地元からも分かりにくいとの意見があることから、これらの考えについてもお聞かせいただきたいと思います。3番目、枚方市子ども・子育て支援事業計画について、子どものスポーツ活動の推進についてお伺いいたします。少子高齢化が進む中、社会環境は日に日に変化しています。特に子どもたちを取り巻く環境の変化は著しく、子どもたちの遊びも屋外での運動を中心としたものから、屋内での遊びが主となり、運動する機会が減少し、子どもたちの体力低下が大きな問題となっております。全国体力テストの結果においても、大阪府は47都道府県中45番目で、一番の福井県との取り組みの違いは、子どもたちの運動環境の整備が大きいと言われております。福井県では、運動好きの子どもたちになるよう、学校はもちろん、学校外においても運動する機会を提供する環境づくりに努めているそうです。そこで、枚方市では、子どもたちがスポーツに親しみ、運動する楽しさを実感できるために、どのような授業を行っておられるかお伺いいたします。2つ目に、子どもの居場所づくりの推進についてお伺いいたします。少子化により、子どもの数や家庭における兄弟、姉妹の数が減少する中、子どもたちは異年齢の中で育つ機会を減少し、子どもの育ちをめぐる環境は大きく変化しています。子ども・子育て支援事業計画において、子どもの居場所づくりの推進のうち、異年齢間・世代間交流の推進の取り組みとして、枚方公園青少年センターにおける異年齢交流事業が挙げられておりますが、これらはどのような事業かをお聞かせいただきたいと思います。以上でございます。佐藤市民安全部長。1、大規模災害に向けての取り組みについてのうち、まず南海トラフ地震時の避難場所についてお答えをいたします。本市の避難所は、第一次避難所が小学校を中心に53箇所あり、その収容想定人数は6万7343人でございます。一方で、本市における大規模災害での想定避難所生活者数は、最大の被害が想定される生駒断層帯地震では、4万6812人、南海トラフ巨大地震では3万4059人であることから、第一次避難所での避難者の方々の受け入れは可能であると考えております。また、第二次避難所につきましては、一部地域に被害が集中することなどで、避難者が第一次避難所で収容しきれなくなった場合や、第一次避難所が地震による被害等で使用できなくなった場合の開設を想定しているため、大規模災害発生直後に開設するものではございませんが、避難の状況等により、臨機応変に対応してまいります。次に、大規模マンションの避難場所指定についてお答えをいたします。議員お示しのとおり、大規模災害発生時において、自宅が損傷していない場合等においては、指定避難所へ行くことなく、ご自身の安全を確保する在宅避難も、重要な避難行動の一つであると考えておりますので、
この点につきましては、今後も啓発してまいります。ご質問の市の備蓄品、災害備蓄品の保管につきましては、市が責任を持って行うべきものであることから、第一次避難所である小学校等に保管することが原則であると考えております。しかしながら、地域の状況は様々であることも承知しておりますので、今後、そうしたご相談があれば、協議していきたいと考えております。次に、マンションの避難所指定につきましては、現状の第一次避難所および第二次避難所での想定避難所生活者数を収容できると考えておりますので、新たな指定は予定しておりませんが、地域において一時的な避難所として活用されることは、ご検討いただくべきであるというふうに考えております。小山土木部長。2の道路の拡幅整備についてのうち、括弧1、改正道路法への対応についてお答えをいたします。本年6月1日に施行されました改正道路法、改正道路交通法では、自転車による危険な違反行為に対し、3年以内に2回以上検挙された場合は、自転車運転者講習を受講しなければならないものとされ、本施行により、公安委員会において、自転車の運行ルールの遵守について、厳しく対応をしていくことが規定されたものでございます。本市といたしましても、交通安全の観点から、歩行者、自転車が安心して通行できる道路環境の整備に取り組む必要がありまして、歩道の整備と自転車の通行空間確保を促進し、歩行者と自転車の分離を図ることにより、安全な通行を確保していく必要があると考えております。ご指摘の歩道・片の組み合わせにつきましては、交通量も多く、歩道の未整備区間もありまして、大阪府へ歩道整備を行うよう要望をしております。大阪府では、当該路線の歩道整備を順次実施されておりまして、現在、JR 長尾駅前の歩道整備に鋭意取り組まれているところでございます。今後とも引き続き未整備区間の歩道整備を行うよう、大阪府へ働きかけてまいります。次に、括弧に通学路の安全対策についてお答えいたします。本市では、安全安心な通学路の実現に対する取り組みとして、通学路における安全の確保に向けた着実かつ効果的な取り組みを継続するため、平成27年3月に枚方市通学路交通安全プログラムを策定をいたしました。このプログラムの内容といたしましては、緊急合同点検後も従前より行っている合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果の把握も行い、対策の改善、充実など、これらの取り組みを PDCA サイクルとして繰り返し実施することで、通学路の安全性の向上を図っていくものでございます。本市ではこのプログラムに基づき、関係機関が連携して、児童・生徒が安全に通学できるよう、通学路の安全確保を図るとともに、実施状況につきましては、市民に分かりやすくお知らせしていきたいと考えております。中地社会教育部長。3、枚方市子ども・子育て支援事業計画についての、括弧1、子どものスポーツ活動の推進についてお答えいたします。本市では、枚方市子ども夢基金を活用し、オリンピック選手など、国内のトップアスリートを招いたスポーツ教室を開催し、子どもたちのスポーツへの関心を高め、夢を育む取り組みを行っております。また、本市の各スポーツ施設におきましては、幼児や小学生の体育教室を開催し、子どもたちの健康体力づくりを進めております。次に、日頃のスポーツ活動では、野球やサッカー、バレーボールなど6種目、56団体が活動するスポーツ少年団や、多彩な種目において、ジュニア育成なども行っております、総合型地域スポーツクラブ、枚方キングフィッシャーズスポーツクラブが活動しており、市では活動場所の支援などを行っております。水野子ども青少年部長。
3、枚方市子ども子育て支援事業計画についてのうち、括弧2、子どもの居場所づくりの推進についてお答えいたします。枚方公園青少年センターは、青少年に学習と憩いの場を与え、青少年の仲間づくりと活動を助成し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的に設置している施設でございます。枚方公園青少年センターでは、小学生を対象とする工作等の夏休み教室、青少年対象のフリーゼミナール、また小学校3年生から18歳までの青少年で結成する枚方市少年少女合唱団等の事業を実施しておりますが、こうした事業を通しまして青少年の仲間づくりの機会や異年齢集団との触れ合いの場を提供しているところでございます。工藤議員。はい、ご答弁ありがとうございました。2の道路の拡張整備についての、道路改正道路交通法施行対策についての、ご答弁により、一定の理解をいたしましたが、私の要望といたしまして、不動方の久美山線の国道307号線から JR 津田駅までにおいては、道路幅が非常に狭い上に、歩道もない場所があり、保育園に子どもを通園させるにも、自転車で危険を承知で通行しなくてはならないという状況でございます。このような危険箇所を優先的に歩道整備するよう、大阪府へしっかりと働きかけていただくように要望させていただきます。次に、子どものスポーツ活動の推進について、2回目の質問をさせていただきます。これからの時代、健康で長生きするためにも、幼い頃からの運動習慣は重要なポイントであると考えています。また、子どもだけではなく、親も一緒に運動することで、親と子の絆がより一層深まり、家族愛が育まれていくと思います。学校や社会に加えて、家庭でも運動する機会が増えれば、子どもたちの健康増進に大きく寄与するとともに、大人の運動機会も増加し、健康寿命の延伸にもつながっていきます。親子をはじめ、大人も子どもも運動する楽しみを知ってもらい、運動習慣が持続できるような身近な取り組みが必要であると考えますが、市の考えをお聞かせいただきたいと思います。はい、中地社会教育部長。運動習慣を持続させるためには、身近で手軽で簡単にできる運動を広めることがポイントになります。そこで市内の体育団体などと連携し、競技スポーツ以外にもレクリエーショナルスポーツや野外活動などが楽しめる機会、またウォーキングやラジオ体操などの健康運動の提供に努めてまいります。工藤議員。私も中学校の頃からバレーボールをはじめ、さまざまなスポーツ活動を行ってまいりました。スポーツ活動の実践者として、スポーツ活動のもたらす影響や効果は非常に大きいと考えております。市民の健康増進、体力向上のため、スポーツ振興施策の展開をよろしくお願いいたしますということで、要望させていただきます。次に、子ども居場所づくりの推進についての2回目の質問をさせていただきます。枚方公園青少年センターで実施する事業が、異年齢間の交流の場となっているということですが、例えば、事業への参加を通じて、さまざまな特技や技能を学んだ青少年自身が、次の世代の子どもたちに伝え、指導していくこと、また、地域の大人が子どもたちの活動や学びを支援することも重要であると考えますが、異年齢間、世代間交流の取り組みには、ほかにどのようなものがあるか、また、実施においてはどのような工夫がなされているのかをお聞かせいただきたいと思います。水野子ども青少年部長。枚方公園青少年センターの事業以外の異年齢間、また世代間交流の取り組みといたしましては、これからの時代を生きる子どもの生きる力を育むことを目的に、各小学校区におきまして、子ども生き生き広場事業を実施しております。
いきいき広場では地域が主体となってさまざまなプログラムに取り組んでいますが、卒業生など青少年自身がスポーツの指導を行ったり、関西外国語大学、大阪国際大学、大阪工業大学と市内の大学生が英語活動や学習指導を行っている事例もございます。今後も学校や授業では体験できない地域の特色や多様性を生かした体験学習、異年齢交流等を通しまして、子どもたちの創造性や自主性、社会性を育んでまいりたいと考えております。工藤議員。子どもの居場所づくりの推進につきましては、最後に次のことを要望とさせていただきます。私自身、25年間バレーボールをやってまいりましたが、子ども生き生き広場事業でのスポーツの指導等、協力していたこともございます。異年齢間世代の交流を通じて、さまざまな人たちと触れ合うことが、子どもたちのより豊かな成長につながっていくことと思っております。そのために、市内の企業や大学などの優秀な人材をボランティア協力いただけるようなシステムを構築していただきたいと思いまして、ここで私の要望とさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて工藤秀一議員の質問を